ライトニングトーク的に、この回の話をします。あのテイソンのこれまでとこれからっていうタイトルをつけたんですけど、別にこれまでは第0回だから特になくて、まあ、どうしてこの回を私が開こうと思ったかっていうところまでちょっと話したんですかね。でこれからはまあ今日の回次第なので、どうなることやらって私も持ってるんですけど、盛り上がってくれたらいいなと思って。で私昔会社員してて、で会社員してた頃の最後の仕事っていうのが政策調査みたいなのをなんかやりたくもないのにやらされてたんで、なんかその癖が抜けなくていろいろ昔のことを調べてしまったら、なんか1998年の資料に打ち当たりまして、でこれは、科学技術会議ライフサイエンス部会ゲノム科学委員会っていうなんかところが出したゲノム科学に関する研究開発についての長期的な考え方っていう資料で、どういうのをこの先頑張りましょうかっていう資料でございます。で、見ると2003年に人21番染色体の DNA 塩基配列って言って、で2008年に人ゲノムの4分の1程度の DNA 塩基配列って言ってとかに書いてあって、なんかこれ、まあ、ミレニアムプロジェクトになる直前ぐらいの資料ですけど、こんなことを昔は思ってたんだなみたいなふうに思ったわけですね。でついでに調べたその翌年 の, 当時まだ文部省かなの予算の資料を見る と,、これ単位100万円だから、例えばこれが46億かな、ゲノム情報科学研究に46億とか、あとこの辺にも出てきますけど、ゲノム科学総合研究センターと80億とか、なんかこういう感じの、まあ、お金の付け方が一つですね。ゲノム科学研究の推進は、内地学で119億とか、こう、ついてたわけですよ。で、まあ、今2015年に生きている僕らからすると、こうその頃っていうのは、まあ、ゲノムバンバンというかゲノムにお金がバンバンついてた時代だったわけですね。で、まあ、実際にお金がいろいろついて、で今2001年に、まあ、例えばさっき横田さんが言いましたけど、これマウス のゲノムのファントム1の、論文が載ったネイチャーですけど、で、まあこういう 人の、人ゲノムのやつも2001年かなの12月かなんかにこう出たんですね。で、さらに2002年にこのファントム2の論文があって、まあ、多分ファントムの論文だとこっちの表紙の方が皆さんの記憶にあると思うんですけど、まあ、こうやってその昔はちゃんとなんだろうな、アノテーションっていうと他にやる見るものがないからちゃんと向き合ってこうジャンボリーみたいにしてこうワーッとつけて、まあ、こういうふうにこう論文として結実してたんですね。でじゃあ今2015年はどんなかというと、これさっき私が説明したように私、NGS 次世代シーケンサーの その検索サイトも作ったわけですけど、目的別の研究、目的別の件数の推移とか見ると、この一番上の太い線はトータルの線なんですけど、その半分くらいは中身は分かんないですよ。中身は分かんないんだけど、ホールジェノムシーケンスっていうシーケンシングっていうそのカテゴリーに分けられる、まあ、データとしてこう登録がされてるわけですね。なのでこう本当にゲノムがバンバン出てくるような時代になってきたんだけど、でもまあじゃあそうやってアノテーションが昔みたいにやられるかというと実はそうでもなくて、こうまあ、借り物アノテーションというか、昔や、まあ、ちゃんとした人とかマウスはしっかりしてるからそういうところから、まあ、借りてきて、まあ、その豚とか、まあ、カタカデバネズミみたいなこういうものに関してはこういうのを借りてこうアノテーション付けをしたりとか、あとは、まあ文献から知識を引っ張り出して、まあ、アノテーション付けするみたいな世の中に、まあ、今なってるのかなと、まあ、勝手に考えてます。ところが、まあ、だんだんこう進んでくると、ここから借り物してこう作って、さらに借り物してこうなって、でまた借り物してこうなるっていうと、なんかだんだんこう色が変わってきて、こっちにつけられたアノテーションがこう
えるのかしらっていう、こう内容的なところもこうちょっと不安に思ったりしてるわけですね。で、あと、あの、またこれ別の話なんですけど、僕ら BBC レスラーバイオハッカーソンっていう、そのなんかみんなでこう、あの、合宿形式で集まって、まあ、いろんなツールを作るとか、ワークとか、なんか仕組みを作るとか、オントロジーを整備するとか、まあ、データをこうこねくり回すみたいなことをやってるわけですけど、今日来てる森さんがちょうど私のこの辺に座ってて、いや、あのデータこんなの紛れてたんですよねって言うと、その隣にいた藤沢さんが、そうなんですよね、他にもこんなのがあってみたいな、こう会話をここでやってて、やっぱ私こうそばで聞いてて、じゃあデータの方直せばよくねえかなってこう勝手に思ったわけですよ。で、そういやこうやってデータの方にこうやってスパークルソンって僕らはやってて、なんかいろいろツールを作るみたいな仕組みっていうか、こうプログラムみたいなのはこう割と、まあ、僕らそういうの得意だっていうところもあるので向き合ってきたんだけど、こう三島にあの DBC の人が5人いるんですけど、5人の人はみんなあのウェット出身で、その生物に割と愛のある方だと思ってるんで、どっちかというとデータの方にこうちょっと向き合いたいかなと思ってっていうのもあって、まあこういうの企画したわけですけど、ちょっと広がって自分の方をまた例えば見てみると、さっきのその、グラフ書くのにこう、さっきの目的別だったんですけど、シーケンサー別っていうのもやってて、そしたらなんかネクストシーク500っていうのが9件と、イルミナネクストシーク500っていうのが4件あって、参ったなっていうのがちょうど去年の今頃だったわけですけど、これをなんか今回見てみたら、ネクストシーク500って書いたのが2400件 で、イルミナネクストシークっていうのが36件とかあって、本当はこれ一緒にしないといけないんじゃないかなと思うんだけどっていう自分の例がこう見つかったりしたわけですよ。というわけで、まあ、今回その遺伝研研究会っていう形で、まあ、その遺伝研の外の人と遺伝研の人とコラボして、まあ、ここで研究会をするっていう予算がちょうど遺伝研で募集してたので、私がこれを申請しまして、まあ、実際に この会が開かれることになったんです。で、まあ、私の勝手なあのこういうのをやったらどうかっていうので、3つあの考えたのがこうあって、まあ、過去のアノテーションを直したいというか、本当は直せるといいんだけど、その実際に直せるものと直せないものってあると思うんですよね。もともと多分データというのは研究者が登録したものだから、こっちで勝手に直していいのかってのがあるから、その直せるのかっていうのはあるんだけど、まあ綺麗にして使えるようにしたいっていうのと、あとはそのさっき言ったようにゲノムがバンバン出る時代なので、もうあえて缶詰になるぐらいアノテーションできるものがあるのかないのかっていう話をした。それからあと今まで違った観点からのアノテーションっていうのは、まあ、普通はなんかこうゲノム読んだらどこが遺伝子かっていうのを見て、でそれがどういう機能かっていうのがまあ普通のことなんだけど、もうちょっと別の観点からっていう感じで、もうちょっと言うと沖さんとかはチップセイクの花見てるわけですけど、そういうのはこう今まであんまりみんながこうやってこなかった方向からのアノテーションなので、まあ、そういう観点を込めてこの辺を読んだという感じでございます。という感じで、まあ、以上趣旨説明でございました。